衝突のおかげで、こうすべての体勢というか、どんなふうに寝返りを打ってもいつもフィットしてくれて、マットレスに体を置いてるというよりかは本当にこう宙に浮いてるっていう、なんかふわふわしたような、今までは朝起きてどこかが痛いなとか凝ってるなっていうのがあったんですけど、そういうのがなく本当にすっきりした感じで、いい眠りが取れたなっていうような感じでした。なんて言うんだろう、お布団って結構干したりとかしなきゃいけないストレスだったりそういうのがあるんですけど、こういうメッシュになってるところがやっぱり通気性もいいなっていうのが、ケアをしなくていいっていうのがすごく楽ですね、私にとって。軽いですし、こんなにコンパクトになるんだなというか、今まで結構海外の遠征には持っていけなかったんですけど、これからは海外の遠征とかにも持っていけるし、逆にこうゴルフ場とかに持ち運んで、ストレッチとかの時も使えると思うので、すごいこういろんな使い方ができると思います。これから多分たくさんのスポーツ選手が使うんじゃないかなと思います。スポーツをする際に重要な要素として睡眠も忘れてはいけません。いい睡眠をとることがいいパフォーマンスにもつながります。私が毎日寝ているエアーを使って、皆さんもじっくりゆっくり睡眠をとって、ぜひスポーツを頑張ってください。